私は大谷俊介です。私は毎日ルーティンがあります。洗濯をしたり、パソコンで仕事をしたり、スーパーに行ったりします。でも今日はしません。私は日本語を教えて世界中を旅して、いろいろな人に会ったり、いろいろな場所に行ったりしています。シュンズブログで一緒に楽しく日本語を勉強しましょう。